ルっていうグループなんですけど、知ってる知ってるから、ワンピクセルっていうグループなんですけど、ワンピクセルっていうグループなんですけど、今日はね、でんちゃんの誕生日会、最年少が二十歳になるということで、年上組がね、年下に ケーキをちょっと作ってあげようかなって、そうですね、思います。内緒で、でんちゃんには内緒で、でんちゃんよりも早く入ってるんで。そうだよ、だから早かったんだよ。でんちゃんがさ、早く来ちゃうから早く作んないと。そうだね、ちょっと時間ないんで、頑張って作っていきたいと思います。ゴー、はい、ということでケーキデコレーションしていきたいと思います。したいと思います。最初から作んないんかいってことだよね。スポンジは焼かないって言ってた。これ半分に切る、半分に切る、半分に私が切って、あ、いや、ケーキの構造的に半分に切って中にクリームとフルーツ入れてこう。そういうスタイル。え、私が切る、田辺に任せる。え、本当に私が切る。はーい。え、生クリーム一回引く。引かん？引くよね。薄く引いて。薄く引いて。え、わかんないよ。ケーキなんて作んないもの。はじたじ。え、じゃあ薄くね、クリームいきます。これを広げて広げて、これでもやるんじゃない、これじゃない、これじゃダメな、ちょっとじゃない、え、これでしょ、なんでフォークリオンの、なんかさ、ナイフじゃないからさ、それだって硬いもの用じゃないもん、だよね。なんかさ、食感大事にしよう、食感重視、オッケー、食感重視、田辺、乗せていこう、はい、乗せて、じゃあ切るから乗せて、オッケー、よいしょ、任せろ、うまいかな、わからんね、わかんない、ケーキ屋さんってすごいね、ね、ケーキ屋さんで働いてたの、昔ね、高校生の時アルバイトで、ね、ケーキ屋さん働いてたんですよ。そうでしょ、そう。でも作ってないからね、言っとくけど。あ、そうか、販売して。販売してケーキ詰めてたから。ケーキの扱いがうまいのよ、私。ああね。そうね、見て、リンゴだらけ。リンゴだけど、ね、ちょっとさ、中にさ、パイナップル入れとかん？パイナップル入れとこ？食べてびっくり的な。何で笑っとんねん。必死なんだよ、こっちは。バカみたいな。びっくりって。ねえ、あ、見て、適当に。適当すぎるよね、この網の入れ方。でも食べればいいかなっていう。中はさ、色味なんで気にする。そうそう、中はさ、外はさ、大事。外本気出そう。はい、重ねてこう。え、逆やろ。え、逆でしょ。バカ。あ、はい、じゃあ、押しつぶす、押しつぶす。あとは生クリームをきれいにかけてこう。なのみんちゃん、広げて、広げて、広げて、いくよ、生クリーム入れ、切らないで、なんかかしてみ、ちょっとかしてみ、かしてみ、かしてみ、なんか汚ねって言葉が聞こえた、どなた様でしょうか。こっから綺麗にしていくんだよ、見てなさい、あんた見てなさい、女女ダメじゃねえぞ。私が下手くそ、伸ばすから、タミが伸ばすからって、なんかすごい仲間感、もうアルチ仲間だった、今5年間も仲間だったんだよ、ハーチ同盟組んだもんね、何同盟って、僕ハートで生きてこ同盟作ったもんね、ちょっと何言ってるかわかんないですけど。ボブ同盟組んだし、よさげ、あと私は勝手に、何をこう見てよさげだと思ってんのよ、あんたは思ってるのですが、どうでしょうか、こんな感じでいかがでしょう、私たちの限界、はい、じゃあできたので次は上にフルーツ盛り付けていきます、頑張ります、どうしよう、構成が思い浮かばない、まあ、こっちが正面だとして、うん、こう置くわけでしょ、プレート、うん、これ切るじゃん、これ半分に切る、うん、じゃあ斜めに切って、そう、切りづらいかもね、でこれを先置くかね、うん、置いたよ、置いた、オッケー、オッケー、こ
こんな感じです。え、おしゃれだよ。え、いいじゃん、いいじゃん。じゃあ、ななみ、え、怖いって。一旦、どうして周りに。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。怖いよ、怖いよ、怖いよ。え、これ難しいね。大きい。難しいです。オッケー。どうだ。せーじゃあ最後にプレートプレート。やべ、全然書けない。ちょっと難しいかも。やばい。大丈夫、愛がこもってればいいんだよ。もう出ない、固まっちゃった。ほら無理、無理だ。じゃあ電池で。出ないんで電池にします。はい、すいません、書けませんでした。電池で。はい、完成。こちらがアミとナナミンが一生懸命作ったケーキになります。本でくれたし、なかなかね、写真で見るといい感じなので、私たち的にはオッケーです。ということでね、改めててんちゃん20歳おめでとう。大人組のような素敵なレディーになるんだぞ。はい、皆さんも最後までご覧いただきありがとうございました。この動画がいいなって思ったらグッドボタン、コメントもどしどしお待ちしております。チャンネル登録もお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあなー。